こんにちは、星徳馬です。
休めた西の表湖には今本土からの連絡船が毎日往復している。中でも西の表市の浦田海岸は一年中波が静かで海水浴に最適である。初夏にはウミガメも産卵にやってくる浜辺には市営の設備も揃っている。アメリカのボストンから神戸に向かった霞ヶ浦もその一つだ。時のアメリカ政府は救助した島民の温かい思いやりに記念メダルと高額な資金を送って応えた。この記念碑はこうして生まれた日米の友情を忘れまいとして作られたものである。初めて火縄銃を作ってから5世紀後の今、その種子島に日本の科学技術を結集した宇宙基地が設置されている。地図でお分かりいただけるように、このロケット基地と鉄砲伝来の門倉岬とはわずか数キロしか離れていない。そしてその間には日本最古の稲作を伝える宝満神社がある。これは歴史の偶然なのだろうか。種子島の灯台の光は今日もまた海を照らす。黒潮の海にまたくこの小さな光は、古き良きものを大切にしながら未知なるものとの出会いを恐れず求め続けてきた種子島そのものの妖霊だ。
天文12年1543年8月25日種子島万博ここ門倉岬に一隻の見知らぬ大きな船が姿を見せました。台風に遭遇したのか、航海の激しさを物語るように傷ついたその船体。いや、それよりも人々を驚かせたのは、この船で来た外国人でした。それは容貌も肌の色も違う。島の人々はかつて見たことのない人種だったのです。急報を聞いて直ちに村の王さん、西村堀部の城が駆けつけました。しかし、学識のある堀部の城にも、この異国人が何人であるか見当がつきません。幸い、民国人が一緒にいたので、堀部の城砂浜に漢文を書いて、この男と筆談を始めました。男は五歩を歩く。この異国人たちは、西南万州の国、つまり、遥か西の国から来た商人であり、決して怪しいものではないと説明しました。実は彼らこそ、ヨーロッパ人として、この時初めて日本に上陸した、ポルトガルの名乗りたちだったのです。船を修理するためには、停泊地に入れなければなりません。オリベロ城の指示で船は、種子島の表玄関である赤荻の次、今の西之表へ開港されることになりました。オリベロ城はこの時の赤荻城に知らせるため、以降早馬を殺しました。巨大な漂着船は種子島の十数艘の小舟に引かれて門倉岬から北へ13赤荻へ向かいました。伝統船の昔から我が国の重要な海上交通路であった種子島で難破漂着した船はその国を問わず手厚く保護するしきたりだった。しかし当主に種子島に来た際島の人々はこの船とポルトガル人との出会いにまさに思いもよらぬ出来事でした。当時の記録にはこの大戦にいずれの国より来たれるかを知らず乗員100人余りその形に封じせずその後寸前見るもの持って機械をなすと記されています。コペルニクスが地動説を発表したのも天文12年まさにこの年のことでした。まだルネッサンスさなかの当時のヨーロッパポルトガルとスペインはいち早く海洋国として広く世界の民の探検に乗り出しアフリカの希望法を発展したポルトガル人インド洋を東に進んでアジアのマラッカを本拠地としてさらに極東の国日本ジパングを目指していたのでした。さて多数の小舟に引かれたこの漂着船は門倉岬から2日かかって8月27日人々が見守る中を赤荻に到着しました。赤荻では慈恩寺が船を修理する間乗員たちの宿舎に開けられることになりました。赤荻生い茂る美しい赤穂の樹林からこう呼ばれたこの町は種子島市代々の城下町です。16歳の少年当主種子島時隆の目にポルトガル人が手にしていた見慣れぬものが留まりました。その鉄の棒は何か。アルマス・デ・ポーム。どういう意味か。作文は一見にしかず、ポルトガル人は用意を整えると、やおら空に向けてその鉄の棒を構えました。
その発するや静電の光のごとく、その鳴るや敬来も轟くがごとし、聞く者耳を覆わざるはなし。これが西洋式の鉄砲が我が国にもたらされた始まりだったのです。時高は高い代金を惜しまず2丁の鉄砲をポルトガル人から譲り受けました。この頃の日本は各地で武将たちが歯を競う戦国時代だった。これさえあれば国を守り、戦に勝つことができる。時高は直ちにこの鉄砲を種子島で作ることを考えました。火薬の製法は家臣の笹川小四郎に学ばせ、島の刀鍛冶を総動員したのです。製鉄の島種子島には砂鉄から良質の鋼を鍛え日本刀を作る優れた刀鍛冶たちがいたのです。しかしいくら同じ鉄とは刀と鉄砲では大違いです。刀鍛冶の棟梁を焼いた金兵衛に困難と苦心の日々が続きました。作っては壊しまたやり直す金兵衛には一箇所どうしてもできないところがあったのです。鉄砲には重心の底を塞ぐために大きなネジをねじ込んであったのですが、どうやって重心の内側にネジを切り込むのか金兵衛には分かりません。ネジという西洋の技術はこの時まだ日本にはありませんでした。日本はネジの国だったのです。金兵衛には若さという16になる娘がいました。日夜仕事に没頭する父の姿を見て可憐な若さはどう思ったことでしょう。鉄を打つ音の響きは父の心の苦しみのように若さの胸に伝わっています。ジオン寺には鉄砲をもたらしたポルトガルの名乗りがあります。あのポルトガル人ならきっと父を助けることができる、そんな思いが若さの胸をよぎったことでしょう。そして父を思うひたむきな異国の少女の心を知ったポルトガルの名乗りはどうしたでしょう。なんとか力になってやりたい、そう思ったに違いありません。しかしいくら船や航海のことに詳しい彼も鉄砲の作り方は分からなかったのです。5ヶ月後、天文13年1月、周囲を終えた漂着船は春まだ浅い赤鬼の港を後にしました。船には乗員たちの他にポルトガル人と結ばれた若さが乗っていたのです。彼女は鉄砲のための犠牲となったのでしょうか、それとも国境を越え互いの心の一瞬の愛に燃えたジュリエットだったのでしょうか。今となっては知る由もあります。金兵衛の鉄砲はまだ不完全でした。この月の屋久島の戦いで種子島軍はいち早く武器として使用しました。この年再びポルトガル人の乗った船が種子島に来航し、金兵衛はその時乗っていたポルトガルの鉄砲鍛冶にネジの切り方を学び、ここに日本の国産銃が完成したのです。世に種子島と言われる鉄砲はその製法とともに紀州や堺に伝えられ、たちまち日本全土に広がり歴史を大きく動かすことになったのです。若さはその後父のもとへ帰ってきたと伝えられています。ともあれ日本の近世の幕を開けた鉄砲伝来の陰に、それを支えた庶民の力と
優しい心があったことを忘れてはならない。